これはアクアスの屋外プールにいるペンギン、フンボルトペンギン。フンボルトペンギンは南米大陸のチリやペルーなど暖かい地域に住んでいるペンギンだよ。外のプールのそばから見る、泳いだり平たぼっこをしたりしている姿も可愛いけど、アクアスではペンギンたちのこんな見方も楽しめるよ。おお、泳いでる泳いでる、見て、バッシャンいたよ。プールの横から水中を泳ぐ姿が見られるよ。ペンギンたちが次々にジャンプ。早い。ペンギンの体ってラグビーボールみたいな形してるよね。これは流線形といって、水の抵抗が少ないから早く泳ぐことができるんだって。もっと違う角度からも見られるよ。今度は下から。ペンギンが空飛んでるみたい。ペンギンのお腹が白いのは海に住む敵に気づかれにくくするためなんだって。白いと太陽の色と混じって下から見えづらくなるよね。ちなみに背中が黒いのは海の青い色に混じって上から敵に気づかれにくくするためなんだって。だからペンギンは白黒模様なんだね。コロンって寝転がると一緒に泳いでいるみたい。みんなはどこから眺めるのが好き？お気に入りの場所から眺めてみてね。